焦るなよ。今落ちれば死ぬ。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。毒の力だ。どの曲にすれば心安らぐ。質素な調べでなくとも良いと学んだが、母上は床に伏せる前、よく一人で鹿を見ていた。かまってもらおうと寄りかかると、父上からお叱りを受けた。母上は俺の頬に触れてこう言った。安らぎは忍び寄ってくるものではない。その真意は何であったのか。
境砦で助けてくれた。こんな日が来るとはな。槍川の陣か。人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って境砦も手に入った。ようやく大鷹を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大鷹が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのは、なぜ大鷹はあんたを生かした。一度大鷹は俺を捕らえたが逃げられた。やり残したことがあるのだろうな。隠してることがあるようだね。不可、ジン。大鷹は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。うん、復讐であろう。我らは戦船を沈め、訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田触れの村。策は。天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。幾人か先に行かせた猛虎を木田触れに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする。もぬけの殻さ。人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておったの。己はただ見ているだけであった。ヤグラだ。この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかはわからない。見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだな。待ち受けて撃つ。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ。あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪ったのろし筒が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったら、騎兵で勢の脇をつき、腕ずくで寄らせる。あそこはどうする。この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った。いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖をまき散らした。己が防げたはずの恐怖を。配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。ここの村人が退却したとき見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。
不意打ちや罠で大勢を殺し寝首まで掻いたのだ。だからどうした、身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7晩かかった。辛かったであろうな。どの口が、友の首を探し回る辛さ分かるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか。あまただ、俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で助けられたはずなのに。なのに。来たぞ、馬に乗れ。来ました、奴ら。敵だ。天蔵、陣、続け、一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う、父は悲しむぞ。楽な相手だなあ、ジン。幸先は良い。合図、宝庫が来てるんだ。よし、馬に乗れ。いい子だ。ああ、昔を思い出すね。スカは楽しんでおる。かように侍を殺したのである。アイザ、急げ。猛虎をもてなしてやるぞ。火薬だろう、荷車に乗せときました。よくやった。見ろ、来たぞ。樽を狙え。
ーチンコ。今のところ滞りない。あのありさまは忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよ、酒井忠の所業を。人斬りの戸郷を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ、急ぐぞ。ここで猛虎をとどめねばならん。調べてみるぞ。猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み奴らの隙をつけ。来るぞ。
せを外してやる。静かにしろ。馬の音が聞こえなく。逃がしてやる。ありがとうございます。恐ろしかった。また合図。四方からだ。大高族が動いた。数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。やぐらまで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。押し戻す。戦え。敵を倒せ。息を守れ。息を